クロセルイの寝台ニャンダフル。おおはようございます、クロセルイです。本日寝台ニャンダフル、A スロットこのスマ編最終話ということで、はい、こちらの寝台ニャンダフル、クロセルイが猫と戯れるかのように寝台と戯れて、皆様に寝台の魅力をお伝えしていくという番組なんですけれども、はい、こちらね、あの最終編なのでもう一人のゲストお呼びいたしました。それではもう早速呼びたいと思います。どうぞお邪魔します。水木彩です、お願いします。よろしくお願いします。寒いからメガネ落ちちゃっためっちゃなります私もザザザザザって、はいはい、というわけで水木彩さんが来てくれました、はい、ありがとうございます。すごい多忙なんですけれども、私のいやどうもあのルイちゃんのためなら無理やりにでも開けてきますよ。いや絶対無理やり開けてくれたパターン打ったことありますか。1時間半だけ1時間半だけ、まあ、じゃあもう結構 SO このスバーを、まあ、水木さんのねレベルなら1時間半で熟知されてると思うので、いやいやいや、でもそれでも全然やっぱその面白さとか、はいはいはい、まだまだ知らないので、やっぱ教祖様に教えていただこうかなと。アクシズ教となるクロセ教の教祖としてエースのこのスバをちょっと水木さんに布教していくので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。水木さんにちょっと手伝ってもらいたいことがありまして、マイスのミッションと祝福カットインの集めるのを手伝ってほしくて、でまず先にちょっとミッションの説明から。寝台ニャンダフルでは4週にわたってマイスのミッション100種類、祝福カットイン100種類の計200種類のコンプリートを目指します。また本番組と連動したキャンペーンも開催しております。ぜひ祝福カットインなどを添えてご応募ください。詳しくは37パチガブ公式 X をチェック。じゃあもう視聴者の方と我々2人で協力して、協力して200種類コンプリートしようと。はい、わかりました。今祝福カットインがまあ50弱、でマイスのミッションがまあ40ちょっとっていう感じなんで、おお多分まだまだ、はい、でももう折り返し、ただ多分いますよ視聴者の方にも、めちゃくちゃ打ち込んでる方もうすでに、はい、いると思います。いると思う。なんならもう達成しましたみたいな人いるかもしれない。おお、確かにいるかもしれない、うん、その人たちに全部もらおう。もらうか、うん、もらいました。早くその方々にお願いします。ただ今日はできるだけ2人で集めていく感じで、はい、あの終わりにプレゼントがあるんですけれども、はい、そちらのプレゼントがちょっと受け取るかどうかが水木さん次第って感じになるので、うん、プレゼントを受け取らないパターンってあるんですかこの世の中に。水木さんがそう感じてもらえたら、うん、受け取ってもらうみたいな感じなので、ちょっと一旦今自己するんですけど、なんかちょっとよくわかんないけど分かりました。はい、そこのあたりもね、最後エンディングでちょっと受け取ってくれるかどうかっていうのもちょっと見届けてもらいたいなと思うので、はい、はい、ちょっと難しいと思うんですけど、ではいきます。寝台ニャンダフル。それではエースロコのそば打っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、イヤホンするのを忘れてました。通りで声聞こえてねえなって思ったんだよねさっきから。あ、マジですか。うん、カメラ回る前から喋ってたけど喋ってました、ね。うん、つって何回か聞き返してましたもんね。なんか返しちっちゃいのかなって思ってたの。つけてないんかい。つけて忘れてました。それでは気を取り直していきます。行こうか。はい、じゃあもう打ったことあるということは基本的にはもう打ち方は大丈夫。チャンス目。チャンス目。どっから狙うのが正解なんだろうな。でもこれどっから打っても大丈夫なんですもんね。はい、大丈夫です。じゃあ兄ちゃん兄ちゃん見守る会にします。兄ちゃん兄ちゃん見守る会されている。でも滑ってこなかったからな。なさそうだ、ね、なさそうな演出。なさそうなエース、正解。ピンポン。ピンポン。プチ RT？ あ、そうですそうです。あっちに入んないとだいたいあんまりなイメージ強い。まあ
大体やってます。大体やってますどころか、ほぼほぼやってます。ごめん、1時間半しか打ってないんだけど。いやでももう1時間半でそのレベルまで達しているくらい分かりやすい台ということで。分かりやすい。たまにそのいい演出に発展して、うん、あのプチ RT 経由しないでボーナスがバーンってくるんですけど、まあ、基本的にはプチ RT が行って当たるみたいな感じですね。あ、この斜めの時点でもうほぼほぼチャンス目濃厚で、うん、仮にスイカが斜めに揃ったらこれ気持ちいい目らしいです。ボーナスがもらえるらしいんですけど、今回はちょっと私早めに押しちゃったな。危ない危ない。まあ、今回普通にチャンス目でした。チャンス目。これがスイカ斜めに揃うと気持ちいいらしいです。気持ちいい目なんだ。気持ちいい目らしいです。一旦私も普通に打っていきます。高確率。あ、プチ RT。 そうです、プチ RT です。プチ、あ、なんか強そう。その演出結構強いっす。あ、サキュバス目。何回引けばいいんだよね。そう、何回引けばいいんですけど、前回1回も成功してなかったんで頼みます。そう、1回も成功してないの。1回も成功してないです。すごい重いんだけど。2人やって1回も成功してなかったんで頑張るわ。と見よう。ここあ、なんか弱い、なんか弱いな。いつも弱いな。あ、おー、やばー。いや、やっぱ違うな。さすがだな。よし、やりました。すごい。ここでもしもレギュラーボーナス引けてたら、さらに特化ゾーンに入るっていう。そうなんだ、それ知らなかった。いや、すごい。何ゲーム追加されるんだろう。これ結構多分もしかしたら高設定の方がゲーム数の追加が多いかもみたいな噂があって、うん、これはちょっと見よう。ポン、60ゲーム。いやでもうまっ。やばっ。チャンス目で仕留めましたよ。ボーナス来てたらやばかったっすよ。来なかったな、ボーナスは。いや、でも引いてたらもう今日私打たない方がいいっす。そんなにもう不況者としてお恥ずかしいので。このスバ不況者。不況者としてお恥ずかしいので。お、あー、チャンスだ。チャンスは弱い。結構そのまんま祝みたいな感じでボーナスにそのまま、お、あ、やべ、あ、間違えてズって人差し指で打っちゃいました。これはもうこの時点でボーナスかリプレイかチャンス目かって感じなんですけど、赤7止まってるからな。ちょっと赤7狙っちゃおうかな。あ、いや、リプレイだよね。あ、しまった。あ、でもこれはてなはてないってね。でもしまったよ、しまった。あ、なんでだ、その…しまった。いや、どうしたかな、狙おうかな。でもちょっと水木さんにもこのアクシズ教の見てほしいな。普通に打ってこう。おお、この下に書いてあるのと全く同じ内容が。そうです、書いてある。これがエリスの胸がパ胸はパッド入りまで行くときがあって、うん、行かないときもあるんですけど、この次行ったらパッド入りが来ます。もうリーチ目っぽいの出てる。ハサビっていう、うん、これでもう一回行ってくれば。あー、当たっちゃった。パッド入りなかった。パッド入りはなかったっすね。祝福カットインって感じです。かわいい。これがビタ押しの時以外にもこういう感じで祝福カットイン出てきてくれるんで、うんうん、水木さんには今日大量に大量にカットインをお願いしようかなと思っております。わかりました。大量に出せるぐらい当たればいいんですけど。はい、というわけで54ゲーム。早い。投資が2本です。早い。安い。うまい。早い。安い。うまい。結構順調な。2人とも順調に。はい、じゃあ私もスーパーこのスーパーワールドに行っちゃおうかな。いってらっしゃい。いきます。ブンブン。あー、60ゲーム、結局ボーナス引けずに終わりました。まあ、ボーナスも159分の1から135分の1って言おうと思ったらチャンス目を盗めが出てきた。この演出結構熱いイメージなんだけど。
お、リーチ面じゃないですか、リプレイなんで。わわわわわわ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいやつ。125ゲームありました。トースが3本、ビッグボーナス求む、安いよ、求む、もっともっと、いや、まだまだまだわかんない。はい、レギュラー、はい、レギュラー、はい、レギュラー。前作のさ、このスバも好きな人めちゃめちゃ好きだったじゃん、うん、もうなんかどんなスマスゴ出ようが一生それ打ってるみたいな。でもそうっす、もうこのスバだけを打っていますみたいなぐらい好きな人、やっぱめちゃくちゃ好きなイメージあったから、歓喜でしょうね、そういう方から来たら。嬉しいです。嬉しい。しかも遊べるじゃん。遊べます。前作はまあちゃんと負けるじゃん。まあまあちゃんと負けますね。お、あー、パパにいた、ボーナスだ、嬉しい、ほい、わーい、はい、レギュラー、はい、レギュラー、はい、レギュラーボーナスです、はい、2連レギュラー。え、さっきのリーチ目リプレイ、さっきのは、そうですね、リーチ目リプレイですね。で、レギュラーだったよ。設定差あるんじゃないかって言われてるよ。いい要素と、いい要素、いい要素。チェリープラスボーナス、特にレギュラー、うん、追加プラスボーナス、レギュラーからの AT 突入率。なるほど、ちょっと見たいな、エリスの胸はパッド入り。思わず写真撮っちゃいましたもん。パッド入り、パッド入り。あ、でもすごいいい言葉ですね、これは。そうなんですよ、すごい、だらしないような気もするけど、すごいいい言葉、的を得てますよね、うん、なんでこの赤様の京都たちはみんな頭がおかしいっていう設定までちゃんとあります。じゃあ、あれ、おことりのスイカで、スイカっすか、スイカ、おー、え、私スイカでボーナス当たったことないです。初めて、私もチェリー1回しかないです。うわー、当たった、89ゲーム持ちメダル、なんか良さそうだよ、めちゃ良さそうな、じゃあ設定推測要素にスイカプラスボーナスって書いてありました。そうですね、うん、何ボーナスとかは書いてないですけど、多分スイカでボーナス来ること自体がね、朝だいたい埋まってるのよこのスバ。エスロースか、うん、おお、空いてないんだよ意外と。で、夕方ぐらいにダメそうな台が空いて、それを打っている、うんうん、それをあ、だからちょっと1っぽいけどダメな台しか打っていない。おお、チャンス目、高確率かな、高確率、はい、この高確率も4種類あるんですけど、うん、まだデストロイヤーってやつ一番上のやつだけ見れてないんで。デストロイヤー、はい、さっきね、一発でさっきバスチャンスクリアしてくれた水木さんなら引けるんじゃないかなって思ってあの、ちょっとお願いしてもいいですか。え、待って、全部私だね。え、待って待って、ちょっと待って、ちょっと我々では弾けなかったので、一応私ルイちゃんめちゃめちゃ弾き強いと思ってるよ。嘘、うん、マジっすか、うん、お、あれ、その先役は入れてないのに転倒したんで結構あっちっす。どうしよっかな、何狙おうかな、でもまだ 何か分かってないんで、なんか黄色7を上段に狙うやり方とかあるらしくて、ちょっと私狙えるかな、ちょっと早く押しちゃった、これ当たるかもです、ちょっとまだ分かんないですけど、結構熱いんで良さげ、ちょっと青7上段狙い行こう、右リール、結構ビタが必要、ん、何のデベだこれ、そうだ、やべ、あー大丈夫だ、リプレイ、青7右リールに、うん、右リール上段に青7を狙うやり方があるんですけど、うん、右リールの上段にリプレイが止まったらスイカみたいなんで、中左で赤7フォローしてあげるとスイカの役が揃うみたいです、うん、お、それはいいこと聞いた、そうなんですよ、
スイカ8枚だからね、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、外してるくさい。え、そんなバカなついてたよ。そうっすよね、うん、さっきハクア様いたよ。あ、待って、やだ、うわー、逆に引き強いんじゃない。まあ確かに逆に引き強いよね、うん、逆に、うん、薄そうだもん、それ外すの。まあ朝からこれ、このスバ A タイプ、エースロのこのスバ打つの初だから楽しいよ。おーうまーそれの時に、か左リール、なんか左リールの上段下に赤7狙ったりとか、この赤7リップバーを狙うとか、うんうんうん、でなんかリーチ目一角目みたいのが狙えるらしくって、へー、見たいなって気持ちありますね。次やるか、次ちょっとお願いしちゃおう。よくそんな持ってこれますね。私多分前回1日打って1回くらいしか来てないじゃん。それそうなの、2回かな、うん、で先ウバスーメも多分2、3回しか引いてないんで、もうすでにあの開始1時間でもう前回の私を超えられている。そんなことない。しかもまたリーチ目リプレイでレギュラーだったから、これ言いたいかもね。日頃さ荒いのばっか売ってるからさ、うん、いいね、まったりするのも、うん、いいね。私もともとこういう台のが好きだからね。あ、本当ですか。本来はだよ、本来はだから棒振りばっか売ってるし、うんうん、あいつも荒いんだけどね。確かに意外とちゃんと荒いんだけど、意外とちゃんと荒い、うん、じゃあ最近はこのスバいっぱい打ってるの。このスバはあの抽選負けて取れてないっす。あの競争すいません競争競争布教できてないぞ。競争ちょっとあの競争ちょっと抽選運が悪くて競争そっちの引き悪いんだな。そっちの引き悪いっす。よかったね、今日並び順で。いや、並び順でよかったっす。お、来たー。あ、来た、ついにサキュバス、まあ、今日は水木さんパワーがあるから引けるよ。しゃ、でもさっきの水木さんが成功した時と同じ配列。同じ、ね、チャンス目引けるよ。ついに成功した。激動 T シャツ着てると、うん、結構引きがいい。ほんと？いいっす。よかった、激動なのに。激動なのに。ちょっともう一回スーパーコノスバワールドで選んで、ついでにブンブンタイムも勝ち取っていく。30ゲームあの、まあ最低だよね。最低30だもんね、サキュバスからだとね。悲しい。なんか全然出てないもんね、打ち方の その細かい部分とかみたいなが、ね、これからどんどん出てくるだろうけど、出てくる前に自分でなんとなく研究したい。でも中押しキーナナはもともとシダの段階からあこれいいなって思ってやってたんですけど、うんうん、チリがボーナス濃厚の出目かなるみたいなんで、ごめんなさい、チャンス目じゃなかった。狙ってみた。あ、や言ったそばから当たってる。なるほど、こうやるんだ。281ゲーム、投資が増えまして7本です。当たってる。なるほど、だからレア役演出の時だけ黄色7上段に狙って中まで来たら左リールに黄色7を押してチェリー来なくて、ここまで下段まで来たらもうボーナスみたいな感じなんですかね。そうですね、チェリー蹴った時点でボーナス濃厚っすもんね、うん、おお、これは単独の黄色7ですね。打ち方研究会だね、じゃあ今日は。そう、打ち方研究会っす。あれ、おお、わ、これ初めてじゃないか、4人もいるよ。一応銀色スタンプなんで、こう設定示唆的な感じのやつです。的ないや、でもこの4枚絵じゃない、4人の1枚絵は多分初めてです、うん、おお、見れた。嬉しい、見れた。ちょっと一応見てみます。
5個下だもんね、私のね。そうですね。わあ、わあ、そんな感じしないんだよな、でもるいちゃん。本当ですか。うん、落ち着いてるから。私も水木さんは逆に落ち、もうあまりにもこう達観しすぎて、なんだろう、第二のままだと思ってます。第二のまま。安心感がありすぎて。ありがとう。もう何も不安がない。安心感がありすぎて。いいよ、ママで、ママで、うん、第二のママで。ママでいいよ。1万円なくなっちゃった。あ、気づけば、気づけば、気づけば。あ、スマルいった。これはコーテ出てんならチャンス目なんじゃないのか。あ、そうだ、また早く押しちゃった。当たってたわ。おいおいおい、何で当たってた。チェリーで。え、マジっすか、うん、すごっ。当たってたわ。当たってないだろうなと思ってペーって打ってたら当たってた。スイカとチェリーで当たったんすか。当たった。すごいっすね。すごいね、すごいね、すごいね。絶対ないと思って適当に打っちゃってた。で、もうレギュラーなんだよね。チェレグでも設定差あるもんな。あります。特にレギュラーがあるみたいですね。全然さっきから設定差あるかもんねって言いながらレギュラー引いてるけど何も嬉しくないからね。まあ確かに、うん、357ゲーム。少しだね、もうレギュラー、え、4回、4回、ビッグ1回。あれ、珍しく早い段階で先発目を引いた。ちょっとさっきこうやってこうやっていったからもう一回やろう。なんかこう子役止めとか。いやでも狙っちゃうとスイカの可能性あるからな。どうしよっかな。とここに青7、上段に青7狙います。はっ、やばい、この時点で結構ピンチ、マジピンチ。はっ、はっ、止まればリプレイかボーナスなんで。あ、攻めすぎた。攻めた結果、攻めた結果ダメだった。ダメだったか。いや、まだ2分の1だから調子いい。ボナサッチ、ボナサッチ。お、ネクストいった。ネクスト、プチ RT はついてくる。あー、デストロイヤー見たいです。あー、1個と左だった。あー、でもデュラハン襲来だ。あ、間違えちゃった。お、お、何を狙うのがいいんだろうか。ハテナである。右にいる上段青ナナで、青ナナ止まったらリプレオは青ケツが、青ケツのボーナス濃厚とか。ほうほう。それでリプレイか、なんで黄色7とか。あ、すごい。もう青ケツ濃厚なんで、青か黄色7狙ってくるみたいな感じなんですけど。ほうほうほう、すごい青7だ。わーい、おめでとうございます。やったー、やっとボーナス、ビッグビッグ引けた。あ、そっちそっち。50ゲーム、よーし、追加当時です。ピエー。 お、真ん中っすね。真ん中。さらにチャンス目を引いて当たっている。当たっている。うわ、当たっている。ナイスです。ビッグ2連チャン、波が来てます。やっと来た、ビッグの流れ来た、ビッグの流れ来た。お、来たお、来た来た。赤7狙いチャンス。赤7上段狙います。めっちゃ滑ったズルッていったね、ズルッて。あ、これ先バス目じゃね。あ、チャンス目。あ、こういう風に止まるんだ。それって揃うんだ。ね、こうやって。え、てか普通に
リリーアクアみたいな、リプレイリプレイアクアみたいな印象あるんだけど、これ逆にリーチ名とかだったりしないのかな。あ、デメ系11シンボル揃いだって。あ、うわー SS だ、すごい。わあった、じゃあ当たってるね。当たってますね。シンボル揃いどれだろうな。じゃあちょっとビッグじゃないの、さすがにシンボル揃っちゃったら。黄色なら下段ビターいきます。これが黄色7下段狙って赤までずるって滑ってきたら多分赤7だと思うんですよね。さすがに黄色7じゃろう。でも一応青7狙っとくか。あ、滑ってくると思ったら私が目押しできてなかった。あ、じゃあ違うな、これ 青頭かも。あれ滑ってきちゃった。わかんない。で待っちゃった。なんだ、え、まあ、レギュラーってことないもんね。レギュラーかもよ。まいや、そりゃだってレギュラーだと思わなくて狙わないよね。ねえ、思わないよ。え、シンボル揃い悩んですか。あんなマイスローに金ピカに入っててさシンボル揃いでさ、レギュラーだなんて誰も思わないってリアクドラジならゲームレギュラーボーナスです。押しがちょうど10本です。ピッ、あ、ブンブン来た。お、ボボ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 ボ、何ゲームか、何ゲームかな。すごいすごいブンブンしてるよ。90か、90ブンブン、90ブンブンシュールだなゾンさもない。90ブンブンか、3桁行きたかったな。あ、来た、これ来た、パンクした、パンク来た、やったー、初めてなった、嬉しい、こんな風になるんだ。あ、初めて、初めてです。パンクしたからさ、1時間半打ったから。マジっすか、うん、自分はレギュラーしか弾けないしパンクもするんだって。するんだ。あ、パンクしちゃう人への保証ありがてえなー。やばい、私今話聞いてたらごめんなさい。あの、ちょっと見ないでください、これ後で水木さんに教えようと思ってたやつだったんです。あ、なになに、後で水木さんに教えようと思ってたモードを今なっちゃった。なっちゃった。選択画面でベッドボタン長押しすると新しいモードが出てくるんですよ。めっちゃ乗せる。120ゲームだ、すごー。レギュラーのパンクから120ゲームもらえるんだ。初めて引いた。いや、全然レギュラーのパンクそんなもらえなかったぞ私ってことで、すごいパトワクワモードになりました。あの、後でやってもらおうと思ったのに、こう見てたら、なんか勝手にやってるすごい。じゃあ、すみません、ちょっと教えずに勝手に自らやってる。違う、違うです、違うです。これがパチガブ専属タレントかそんなモードがあるんだね。そうなんです、もうめっちゃドシンプルです。キュインってなれば当たり、キュインってなれば、あとたまに後ろになんかキャベツとかいろいろ通ったりします。へえ、かっ、あダメか、おもろいなこのモード、楽しそう、それやり、おもろいなって教えてよ。教えてよ。いや、ちょっとおもろいな、じゃないの。おもろいな、マジで。やりたかったわ、それ。このおもろいな。あ、赤い。赤い。あら、なんかずるっときたな。あん？このスマー。黄色レギュラーでした。悲しい、悲しい、でもいいや、タイム中だから、うん、ついについに引けた
負けた。まあいいか、行かなくてもいいんだけど別に。切り替わります。おお、すごい、やろ、すごいやろうとか、すごいやろう。一緒に楽しみましょう。60ゲームか。お、私もだ、なんもない。スイカ、スイカじゃな。ねじってる、ねじってる、ねじねじ、ねじねじ、3回ねじってるけどダメです。でもさ、ねじって北斗じゃないんだから。確かに、ねじり音発生みたいな。北斗じゃないんだから。いや、私はねじり音を信じる。あ、でもチリはちょっとダメだな。あ、キャベツ取ったよ。あ、キャベツ取ってる。キャベツ5匹、5キャベツ、5キャベツ。ネチリオンはないね。あ、まだ、そうですね。いや、当たってないかもしれない。あ、はい、ネチリオンがあるかどうかも分かんないのに、もしかしたら勝手に当たってるうちの3分の1でネチリオンが発生するかもしれない。優しい、ねじってくれてる。もしかして私たちねじってるから当たってない。ねじりのせい、ねじりのせいで当たってないね。公約は引けてるのに、120ゲームの中で4回も引いてるのに。 25% なら1回ぐらいいいじゃないのってね。うん、ほんとよ。でも500枚になったよ、持ちメダル。強っ。私は120ゲームもやってたはずなのに17枚っす。笑われた。お、来た、その1。お、以上ってならなかった。いいね、やっぱ紫チャンスアップだったんですかね。ねえ、ぜひパッド入りまでお願いします。パッド入りまで行きたい。パッド入りまで行こう。ここを超えればだよね。超えてください。あー、超えない、超えないな。当たっちゃったな。165ゲームさあ、どっちだ。リプレイ。ここから昇格パターンがあるんですけど、もうテンパるとないんすよね。うん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 、もう6回もレギュラーボーナス引いてるよ。うんうん、3の6。初当たりがえぐいっすね。私、あのビッグもレギュラーも勝ってないっす。本当だ。2の2です。やばい。あ、うわー、あー、てー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 、やった。262ゲーム、投資が増えました。15本です。ネットピックの回数は一緒だよ。やったレギュラーさありすぎでしょ。レギュラー引きすぎだろ私。エクスプロージョン。あ、来た来た。いきなり。あ、私も光った。あ、やばい。以上。以上ですか。怖っ。怖い。お化け屋敷の。怖い。お化け屋敷の。ちゃんと怖い。あんなお化けの煽りして、お化けどこじゃなかった。水源の増加だった。あ、もう一回来た。もう一回来た。あ、しまった。やっぱ2回目来たら強いのかな。さすがに。パッド入りまで行きたい。パッド入りまで行きたいよ。浮いたー、浮いたー、黄色ー、浮いたー、ピカピカー。パッド入り、写真撮っとくか。パッド入り、あの1回目の私と全く同じ反応します。で、写真撮っとくかって言って写真撮りました。
パッド入り。これ取りたくなりますよね。うん、めったに来なそうだし。パッド入り、パッド入り見れたよ。よーなんかこうあるのかな、やっぱパッド入りまで行くとビッグボーナスみたいな。あるかな、ありそうだね。なかなか行かないから。あ、ビッグだ、ビッグだ。なってんのに、なってんのに。もうじゃあ 50% とかなのかな。怒ったので先アクアカスタム入れます。入れるんだ入れた方が期待度高くなるのかな。入れた時は全然高くならないです。あ、そうなんだ。入れてないのに来てて期待度高いみたいな感じだったんで。じゃあなぜ何故。まずは9月9日から15日に募集したキャンペーン第2弾の下パネル当選者が決定いたしましたので発表していきたいと思います。まずは1人目、志村ネギさんとパグのゲンさん。エースロコのそば、祝福カットインまだ2個、ミッション達成まだ18%ってことで、お、始めた手ですね。いいですね。画像が、ダクネスの祝福カットインと、ユンユンの祝福カットイン2つってことで、いいですね。入門編なんか違うな。このそば、エースロコのそば始めた手ということで、嬉しいです、大変。この後もね、引き続き、良ければ打ってくださると嬉しいです。一緒に祝福カットインいっぱい集めましょう。おめでとうございます。そして次に、ヒゲウルフさん。一角り一目で何とぞ。あ、これ左リールのリプレイ、青七リプレイで、こういう目で止まるんだね。ビッグボーナス中のあの目が通常時に止まるんだ。すごい。あ、で、あとは、あれですね、パトハクアモードでキュインキュインさせてますね。ヒエルさん、おめでとうございます。そして最後3人目、ゆめりゅうさん。カニカニ、多くは語らないってやつだ。このカニのやついいよね。お、テスラナインの どっちだっけ、ナインちゃんか。ナインちゃんもアイコンいいね。ってことで、志村ネギとパックのゲンさん、ヒゲウルフさん、ゆめりゅうさんの3名様が下パネル当選となりました。おめでとうございます。そして第2弾キャンペーンの終了時点での祝福カットインは49個となりました。マイスロミッションは39個で合計88個達成ということで、ちょっとまだまだ半分に達していないので、何卒皆様の力をどうぞお貸しいただけると、もう大変、大変、大変助かります。ということで、現在もキャンペーン第3弾を開催中でございます。そして、今第3弾の中から現時点での注目画像を紹介させていただこうと思うので、よろしくお願いします。これね、ちょっと今回お二人は私が弾けなかったから選んだっていうのはあるんですけれども、はい。まず、ムンゲさん。1次連でダメ掴みボーナス引いて12ストックということで、すごいね。400ゲーム以上乗せてる。12ストックってめちゃくちゃ嬉しい。嬉しいじゃない、羨ましい。引けたらめっちゃ嬉しいだろうな。そしてイザさん、新女神引いたということで、まさに昨日新女神引いたリリーチ目引けたりしたんですっていうことで、すごい。新女神、ちょっと悲しくも、このスバタイムかける3って書いてあるんですけれども、そう、300ゲームの方を多分別で10セットのやつを引いて、で、祝福カップインも赤様が笑っていて、で、エリス様の 100% も、豪華だね、この画像。ムンゲさんとイザさんが当選することを私は祈っております。そしてね、第3弾は9月22日まで募集していて、それ以降も9月23日から26日に第4弾を開催しますので、まだまだ200個達成には程遠いので、祝福カットインやミッションなどを投稿して、で、下パネルの応募もしていただけると嬉しいです。マイスロー履歴の一覧をスクショして投稿してもらえば全て反映させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。